一緒に泥をかぶってもいいって相手は俺にとってはトリックスターの連中だった。俺はトリックスターを脱退して暁に所属することになる。そういう運命だ。必然だった。逆らえない大きな流れだったから。だからトリックスターから離れて暁と行動を共にしてる。でもまだ気持ちを暁に移せてない。俺の魂はまだトリックスターだ。いずれなれるのかもしれない。将来のことを考えれば未練たらしくトリックスターのことなんて考えずに暁に馴染む努力をすべきだ。だけど俺は卑怯者だ。二重スパイみたいな生活が嫌だってずっと言ってたのに、まだどっちつかずにフラフラしてる。俺は生徒会長に提案された通りに暁に移籍する。他のみんなも絡め取られて生徒会長の思い通りに動かされてる。抵抗はできない。生徒会長には逆らえない。理性的に冷静に考えたら選択の余地はない。なのに俺はきちんと暁への移籍の手続きを終えてない。トリックスターからの脱退の申請も出してない。立場としては俺はまだトリックスターだ。暁が DDD に参加しないのをいいことにユニット移籍の手続きを先延ばしにして何食わぬ顔をしてる。ドリフェスに参加しないならユニットを移籍する手続きをしなくても不都合はないもんな。かといってトリックスターに協力することもなく特訓にも付き合わなかった。バスケ部の朝練でスバルに会っても何も言えなかった。裏切り者って糾弾されるのが怖かった。どっちつかずでいい加減にやり過ごそうとしてる。まだ俺は態度を決めかねてる。過去に積み重ねてきたものを捨てて未来のために投資するべきなのに。そう決めたはずなのに本当の裏切り者になるのが怖くて取り返しがつかなくなるほどには踏み出せずに、ずるずると自分の立場を曖昧なままにして引き伸ばしてる。ああ、自分が嫌になるよ。俺はもうちょっと器用なやつのはずだったのに。トリックスターを捨てきれない。どこにも所属できずにフラフラしている。他のみんなは立場を決めて行動してんのに、俺だけ迷って悩んでそれに甘んじてる。自分が傷つくのを避けて怯えて縮こまってただ時間が過ぎるのを待ってる。
俺は卑怯者だ。イサラ、俺は長い話をするのが好きだが、今回ばかりは率直に言ってやろう。猶予がない。悩んでいる時間など貴様にはないのだ。きっと英知にもな。青春は短い、待ったなしだ。たまには考えずに衝動に身を任せてもいい。貴様は孤児が働く分、あれこれ無駄に考えすぎる。どういうことですか、副会長。聞け、これは生徒会副会長ではなく暁のリーダーでもない。この俺の蓮見啓人の単なる独り言だ。これだけは言っておく。俺が貴様を暁に引き入れようとしたのは、貴様を見込んだからだ。それは嘘じゃない。貴様にはアイドルとしての実力がある。生徒会役員としての能力にも秀でている。何でもできるからこそ、何をしたらいいのかわからない。そうだろ。そんな貴様だからこそ俺は見込んだ。共感できる。俺も昔は貴様と同じだった。小器用に生きているつもりで、けれど後悔してばかりだった。だからこそ言おう。先輩らしく忠告しよう。いや、願おう。俺のようにはなるなと。俺のできなかったことをしてほしいと期待し、助言をしよう。聞いてほしい。昔の俺に似